フレデリック・クック・フレデリック・アルバート・クックは、アメリカ合衆国の探検家、医師。1891年のロバート・ピアリーの、グリーンランド発探検に医師として参加。有能な片腕として活躍したが、その後、ピアリーとの探検記を出版することに際しての、著作権の問題でたもとを分かち別行動を取るようになった。1909年9月1日、北極点到達。 ニューヨークヘラルド紙は、北極点はフレデリック・クックによって征服されたと報じた。ところが、そのわずか5日後、ロバート・ピアリーが彼の講演会に当てて、我、北極点を得たりとだ伝。ん。相次ぐ、極点征服のニュースは世界を驚愕させ大論争になった。調査委員会が設けられたが、結局クックの訴えは退けられ詐欺罪で習慣となり、ピアリーが、 最初の北極点到達者と認定された。しかし現在では、ピアリーが当時のお金で5000ドルもの大金を払って、クックのマッキンリー発登場時の承認を買収したことが分かっており、いずれの探検家が先に北極点に到達したかは大きな議論の対象であり、はっきりしない。ありがとうございます。